ということで、今回からこの妖怪学園の、あなたは Y 学園という学校を知っていますか？実況をしていきたいと思います。中高一貫の日本最大級のマンモス校です。キャラクターが本校は学び屋としての校舎だけでなく、なんか可愛い人が生活するために必要なあらゆる施設を完備しています。今のマックやん。いわば一大学園シティなのです。え、でか、すごい。すべてがここにある夢の学校。本校は一流の教育だけで満足していません。何あれ、タブレット。全寮制によって生徒たちの正しい生活習慣、さらには人間性までも一貫して指導します。閉じ込められてる感というか、健全な生活こそが健全な心と体を作ると考えています。可愛いけど。さらに本校は現代の子供たちの多種多様な趣向と未知なる個性に対応するため、400もの多彩なクラブ活動を用意しました。400のクラブ活動、子供たちは才能の宝島。私たちは才能発見のお手伝いをします。なんか短期間で全部行きたい感じ。本校の最大の特徴は小社会の形成です。例を挙げますと、自由な校風は学園マフィアという反抗組織を生み出しました。不良とかじゃなくてマフィアなの。心に湧き立つ不満をぶつけることですら、私たちは許しています。過ちもまた学び、そして許しています。それを学園ポリスという生徒たちによる自警組織が抑止します。本当にこの街が彼らは世界って感じやね。迅速に学校の安全を守ってくれるのです。ちょっと緊張感のない絵だけども。小社会のもう一つの特徴、三権分立学校法案によって教師会風紀委員長、学校内での権限は生徒会長、風紀委員長、かわいい、学園長の3名のリーダーに分立されています。学園長エンマ様みたいやね。学校内のそれぞれの分野における重要事項を決定します。彼らはそれぞれがそのあり方を問いただすことができる三すくみ構造となっています。なるほど。これによって生徒たちに大人の価値観が押し付けられることはありません。これぞまさに小社会ですね。本当にこの中に、最後にここがなんか社会の縮図みたいな感じな。この学園の最大の魅力は何でしょうか。やば、外の世界には出ていけないの。この学園は設立者も知らない謎と不思議に満ち溢れています。何やら化け物出てきたよ。これこそが生徒たちに夢と想像力を与え、冒険心を培っていくのです。設立者も知らんねやろ、やばくない。それはどんな不思議かですって。何やら火山とかあるんやけど。それを聞くのは野暮というもの。ご自分の目で確かめていただかないと。かっこいい。いかがでしたか。プールやプール。本校にはこんだけ広かったらさ、芸能、スポーツ、なんていうのこれ、IT、校内な、4つの基準で入学が可能です。ここ生徒それぞれの個性に合わせてコースをお選びください。学力、スポーツ、私はどれ、普通に、ま、学力、普通、一般はそれってことかな。さあ、ほら広すぎやろ、やば。最高の学園生活が、何あれ、あなたを待っていますよ。ジェットコースターじゃないよね、テーマパークやん。妖怪ウォッチジャム、妖怪学園 YY 学園生活、それがタイトル。妖怪ウォッチジャムって何。はい、初めからやっていきます。何、連動特典としてエンマ手形をお届け物にお送りしました。妖怪ウォッチ4と連動。へえ、何エンマ手形って。合格通知書。ついに来たぜ、ワイ学園。別に体全体で表現しなくていいよ。なんか耳みたいなの生えてるね、猫耳みたいなの。これが俺の新たな縄張りってわけか。縄張り、ここにどんなことが待ってんのか。これがそのあのでっかい町の入り口。町っていうのかな。ちっちゃくなった、見通しぐらいになったよ。ジバジンペイ選手、堂々の1位でゴール。ジバジンペイ、ジバにあんや。ジンペイくん、待ってよ。コマさんだよ、コマさんやん。てかかわいい、めっちゃかわいい。妖怪ウォッチに似た感じのキャラクターがいっぱい出てくるかな。肛門が閉まっちゃう男だったぞ、コマくん。まだ閉まらないでしょ。お、見ろよコマくん。これは声優さんもみんな一緒なの。え、でこれは宿舎
に入ってる子だけじゃないってこと、外部からものちょっとよくわからんねえけど、知らないやつがうようよいるぞ。なんかイベントでもやるの？これが全校生徒じゃないの？よし、今度はあそこまで競争な。コマくん、1位とかって言ったのはあれなの、コマさんと競ってたの？じゃあコマさんって呼んでしまいよるけど、普通に。またジンペイくん、本気になりすぎだよ。これはどんな時の全力投球だぜ。あのもう一人、誰やったっけ、コマさんじゃない、もう一人誰やったっけ、じゃあ行くぞ、位置について、よーい、お頑張り、何それジンペイくん。でもちゃんと走ろうとしてくれるんやね、コマさん、かわいい。歩き回ってみよう。まずは基本の操作です。移動は L スティックを動かして行います。また L スティックを倒し続けるとダッシュに切り替わり、より早く移動することができますよ。 B ダッシュとかじゃないんや。軽やかな移動で学園生活を楽しみましょう。ヘルプで一度見た内容はメニューのシステムヘルプで後からでも確認できます。いざ入学、 Y 学園でワイワイ行こうぜ。全力ダッシュで登校しよう。入学記念全力だし。なんかおるよ、なんかおるよ。弱い者いじめか、お前ら。あ、あたー！うわー！飛ばした。ちょっと君、いきなり何なの？助けてあげたのに。悪い悪い。車を急に止まれないってな。お前は車ではない。車は急に止まれないじゃん。何、歌い出したんだけど。怖い怖い怖い。車じゃないでしょう。もう私が先に突っ込んじゃったわ。もうジンペイくん、人がいっぱいいるから全力ダッシュは危ないって。まあね、当然。あ、そうだ。てかさっきさ、怪我なかったか？あの3人レベル1って出てなかった？敵なの？戦うの？人だけど、うん、むしろちょうど助かったっていうか、人が相手なんかな、戦うの？こういう時の運はいいんだよね。起き上がった。なんで名前貼ってな、貼ってな、貼ってな、なんだ、誰だてめえ。あ、全員顔が出てくるわけじゃないよね。重要キャラだけ顔が出てくるの。あの、こういうまともなやつ。俺の名は、ジマ。びっくりした。また歌での自己紹介が始まるんかと思った。シャキーン。細かいことは気にせず生きてきた。気にしろ。だが、そんないい加減な俺でも、見る人はちゃんと見てるもんだ。誰だ？こんな立派な学校に入れたぜ。あ、そういうことね。どの方向で入った？自己紹介しちゃった。勉強？勉強で入ったの。IT。そしてこっちが。いやでも芸の。友達のコマくん。IT ではないよね。スポーツか。スポーツで入ったんか。僕？コマさんかわいい。コマさんのままって感じ。僕はコマ三太夫です。コマ三太夫かわいい。ジンペイくんとは小学校からの友達。ほうほう。今は何、中学生なのこれ。落語家の名家に生まれた僕ですが、話すのが苦手で落ちこぼれに。マジか。それに落語だけじゃなくて、え、でもそれは一応落語の名家ってことは芸能で入ったんかな。でもジンペイくんに出会って元気な僕でいられていますね。親の顔とかが引いたらそれで入れそうじゃない。で、ジンペイくんに釣られちゃったよ。スポーツの勉強もできんねやったらさ。てめえら、舐めてんのか。おら、そうだぞ、コマくん、自己紹介なんてやってる場合じゃないぞ。自分も自己紹介した。君が先にやってたよね。ね、君の名前はいつはわかるの。てめえら、いい加減にしろや。おら、置いてくもん置いてけ、許してやらなくもないぜ。お金とかそういうこと。あ、こいつはまさか。なになになに、唐揚げってやつだな。悪いやつら。カツ揚げでしょ。俺が成敗する。カツ揚げだよね。ちゃんと突っ込んでくれるよね。ふざけやがって、やっちまえ。おお。え、戦闘、戦闘なのこれで。やんちゃな生徒レベル1。バトルの基本、バトルの基本操作は Y で攻撃、X が特殊攻撃。え、なに？動かすのこれ。自分で。
Y の攻撃は素早いけどダメージが低い。 X の特殊攻撃は強力だけど1回使うとしばらく使えないので注意して使いましょう。あ、自分で動かすんや。アクションか、そういう感じなのか。なになになにあれ、ね、なんか集まってきたんだけど人が。ねえこれ落とされそう、やばくない、こんなところ。えい、落ちんのかい。なんか拾ったよ今。なに、あと一人、あっちが向こうにもおる。あ、下に降りた。なんか周りにいっぱい人集まってきたんやけど、なんなんあれ、野獣馬、野獣馬とかありなんすか、なにこれ。いいぞナイスポーズ、決めポーズしっかり決まっていたぞ。いいぞナイス、え、なに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 、誰だよお前ら、人の喧嘩見に来やがって。よっしゃ、今日も勝ったぜゴリマッチョ。なんか途中ポーズ決めたよね、なにあれ、それ決めセリフ。かっこ悪ー。あれ、そういえば、そもそもお前誰なんだ？今、自己紹介をして。今聞く？僕たちと同じ新入生だよね。名前は？さっきのは？さっきのも新入生？先輩？あ、これは、入学式イベント恒例、自己紹介の流れだね。あ、これは、させてもらえないパターンでは。発するんかい、普通に。玉田マタロウ。玉田マタロウ。ほう。玉ねぎやん、玉ねぎ。あ、頭が玉ねぎなのね。ごく普通の家庭に育った、ごく普通の中学生。日本一のエリート校 Y 学園に入学することになったのだ。なぜ？何部門？勉強？どうやっても、たまたま運が良くて、どういうこと？たまたま入学できただけなんだけど。たまたま成績が良かったとかそういうこと？でも、そんな運任せな僕も、この学園で変われるかもしれない。目に光が宿ってないな。そんな期待を胸に、入学の日を迎え、めっちゃ語るやん、この子。こう。ってとこかな。マタロウ、お前それちょっと、自己紹介っぽすぎないか。え、二人もそうじゃなかった。君が聞いてきたんだし、そもそも自己紹介だからね。お前がそれでいいんなら、いいさ。何ちょっと呆れた感じ。何そのスレッタ感。やだな。入学早々新しい友達もできたし、全員が面白くなってきたな。妖怪ウォッチと似とるわけじゃないんかな。マタロウくん別に誰にも似てないよね。知らんけど。友達。お、いきなりの新しい友達。ここに入学できたってことは、マタロウってすごいやつなんだな。それは案に自分もすごいやつだぞって言えるってことよね。その、たまたま運が良くて、その運の良さがすごいってことか。たまたま塾の先生が素晴らしく優秀な人で、たまたま勉強が得意な友達ができて。え、でもそれは結局自分のね、勉強の実力で入ったってことやろ。いいやん。それでたまたま予習していたところが試験を受けたから合格したってだけだよ。なんかね、っていうか、それを言うなら君たちも。それが、僕は勉強が大の苦手で、YSP 基準合格。YSP 基準合格で入れたんだ。なんだいそれ。そうそう、俺もコマくんと同じ。あ、そういえばなんか真ん中にドーンと書いとったっけ。 YSP 基準って何なんだろうな。え、自分でもよくわからず。今年から新設された入学基準らしいんだけど。じゃああの4つ以外の基準ってことなんや。へえ。じゃあ別にスポーツができるわけでも、芸能できたわけでも、そうか、成績できたわけでも、 IT でもないんか。何？やばいくらいに素敵なパーソン、イエー。なぜ歌う？いや、絶対違うでしょ。やばいやつかもしれんけど。どいてどいて。何？何？なんか足にロケットみたいなのついてるよ、どうした？え、こわー、誰？何？あ、ごめんなさい。なんかちょっとこの子の調子が不安定で。ふぶき姫みたいな子が来た。この子って、そのブーツ？この子は IT とかできたとかそういうこと？そう、発明品なんやね。では、私はこれで。かわいい、この子。かわいい。早速惚れた。何だったんだ？あ、入学式始まるよ、急がないと。こんな広いところやったらな、なんか。そうだな。道に迷ったら最後な気がする。たどり着けなさそう。ん？何？誰？
あなたたちならきっと。なんかこんな感じのやつ妖怪ウォッチにおらんかったっけ。ウィスパーみたいなの来た。何あれ、担任ウィスパーやん。皆さん、入学式お疲れ様でした。うわー、ほら、改めてやっぱ声優さんたちもみんな一緒ってことなんやね、きっと。似とるやつらはウィスって言ってほしい。なんか似たような口癖ないかな。入学式といえばさ、学園長でっかかったな。これはきっとエンマ大王なんだな。うんうん、だよね、歩くたびに地面揺れてたよ。あんな校長先生、校長、学園長、怖すぎるやん。そこ、お静かに。もう喋り方もウィスパーやもんね。では、改めまして。名前は？おはこんばんちは。そういう挨拶かい。この1年 A 組担任の、薄見沢春彦と申します。薄見沢やって。ウィスパー。薄見沢春彦。以後、お見知り。なんか私多分さ、正しい名前を覚えれんような気がする。なんか今後もウィスパーって呼びそうな気がする。お菓子はやはり300円まででしょうか。何？急に遠足なの？純平くん。コマくん、これはご挨拶代わりのほんの定規だよ、定規。定規？ジョークじゃなくて。ジョークね。本日ですが、そこは流すんや、さらっと。入学式が終わったらもう予定はございませんので。あ、もう帰宅？学校を歩き回るなり。あ、帰宅っていうかあれか、この中に住むんか。ほうほうほう。それは中学校3年間はもうここに預けられるっていうことなんかな。いい先生じゃん。親から離れて。じゃああいつも誘おうぜ、たまろう。マタロウくんね。なんか全然違和感なかった。普通にたまろうやと思ったよ私。名門校って言っても普通だな。話しかけてみよう。みんなすげー。一人近づき A を押すと話しかけることができます。音量など人以外の存在と話す機会もあるでしょう。さまざまな人に積極的に話しかけていくことで交流の輪を広げていきましょう。そこなの？大事なこと。人以外の存在と話す。メシメシメシ最高。歌うな。マタロウに話しかけ。なんであんなにビクビク怯えとん。何があった？おーい、マタロウ。いや近いけん。てかあれさ、なんかタブレットみたいなの置いて帰っとる人おることない？やば。あれ、マタロウくん、なんか様子が変だよ。何、どうしたの？どうした、マタロウ。いや、学級目標みたいな。パンツなくしたのか？違う、なんかスローガンみたいなやつ。なんとかはしようよ、ねっていうのが、ね、いらんくない？パンツなくしてどういう状況？なんでそこでパンツ？じゃなくて、実は。うん。僕、入学式あたりから、何かにつきまとわれてる気がして。やっぱりあれなの？妖怪の仕業なの？なんだって？入学式から、パンツが破れてるだと？どういう耳をしてるんだ、君は。全然違うよ。っていうか、パンツから離れて。もうすべて組み立てとるよね、自分の中で。つきまとわれてるって、この教室でも？うん。普通に考えたらストーカーってなる気がするけど。後ろから見られてるような。おう、バキー。なに？かわいい、バキエラ。え、かわいい。出た。普通に見えるんやね。化け猫、こいつはもしかして。何？音量か。あ、なるほど。この中では妖怪じゃなくって音量なんやね。やるぞ、コマくん。飯？人を食べるの。うん、ジンペイくん。え、これも戦う？え？二人とも戦うの？これもアクション？あー、来たよ。来たよ。あの線より外には出れんってことやんね、きっと。化け猫を退治しよう。ボス音量バトルその1。ボス音量はとても強力な攻撃をしてきます。強力な攻撃は事前に危険範囲が表示されるので、タイミングよく B を押しておきましょう。観客も盛り上がっていいねをくれますよ。観客は何、どこにでもやってくるの？ボス音量の中には HP が減ると攻撃が激しくなるものもいます。最後まで気を抜かずに戦いましょう。B で避けれるんやね。でっけえ化け猫がなんだ。てあー、強そうな。バケネズミはバケイノシシなんかも倒したことあるんだよ。普通に行ってしまった。なんだいなんだい、これフラフラに。いやー、少し助けて。
あ、もしかしてその YSP 基準っていうのがこのなんか妖怪じゃない怨霊と戦えるやつらってこと？いや助けて。なるほど、 B でああいう風に飛べるのね。何あれ、ね、なんかある、なんかある、ポーズを、はい、イエーイ、ね、イエーイとか言える場合じゃなくね。いや助けて、ね、観客おらんねやけど、ね、観客来いや観客、グリグリってポーズは決める場所があるのかな、ちゃんと。でもあとちょっとです。イエーイ、もうなんかレベルが、そんなリアルタイムでレベル上がっていきよ。爪研ぎタイムは終わりだぜ。ふう、僕たちなら楽勝だね。あ、なるほど、アイテムはこうやって拾っていくの。ほう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 、バッキー、最初の音量は仲間になるとかない。やったぜ、君もポーズを決めるんかい。すごいてか、さっきの空間は一体どこなの？この教室じゃないよね。なんだ？まだやるか？仲間になるんじゃない？一番最初の音量。おで、強いやつ、好き。なんだお前、変なやつだな。猫同士やし、猫同士っていうかこいつは人間やけども。気に入られたみたいだね。もしかしてこれが乗り移るってこと？これ、あげるど。おめえにぴったりだど。メダル的な感じやない。赤グローブを手に入れた。なんこれ、殴るよ。おめえにはこれだど。あ、二人にくれるんや。ど根性バットを手に入れた。え、殴るよ。ありがとう。武器えぐり込むように撃つべし撃つべし撃つべし。あ、ちゃんと身につけてるの見えるんやね。え、倒れるけど、なんだ、どうした？燃え尽きたぜ、真っ白いな。てかお腹空いたんじゃなかったっけ？それ明日のジョニーっていうか、燃え尽きたぜ。明日のジョニーって何？明日のショーじゃなくて、この世界ではジョニーなんやね。装備について、装備できるものは次の5種類です。武器、頭防具、体防具、グッズ、メダル。これらを装備することで特別なスキル効果を獲得したり、キャラクター能力をより高めることができます。各装備にはレアリティというものが存在します。レアリティには5つの段階が存在し、レアリティが高くなるほどより強力な性能を持つようになります。レアリティごとに装備名の文字の色が違います。コモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリー。レアリティに高い装備を入手したらぜひ装備してみましょう。エピックとレジェンダリーどういう意味？前編とコマはもらった武器を装備した。コマさんバットで殴るんや、すげえな。今日はいろいろありすぎだよ。不良に絡まれるし、急にタックルされるし、こんな化け猫も出てくるし。踏んだり蹴ったりやね。この子はあれか、この騒動に巻き込まれる善良な一般市民ということだよね。そりゃ散々だったな。ね、なんか強いやつに囲まれた普通の子ってことなんや。笑い事じゃないんだけど、それにでっかい隕石の幻だって見たし。何それ、どういうこと？なんだそれ、幻？今朝校門に入った時、え、でっかい隕石が降ってくるのが見えて、まあ、そっか、夢じゃないもんね、幻。でも何も起きなかったんだよね。予知能力があるんじゃない、ちょっと。なんか普通に見えて実はめっちゃすごいみたいな。お前結構やばいやつだな。お前には言われたくない。僕もわけわからないんだって。ね、何気にこう秘められた力がありそうな気がする。ん、どうした？なんで僕につきまとった？バキー、それはおめが。お、理由があるの、ちゃんと。ねえ。あ、消えた。ジンペイ君、コマ君。あの、なんやっけ。ちょっといいかしら。エンダエンダに似とんじゃない？そんな名前じゃなかったっけ？え？確か。妖怪ウォッチの。あ、この人はまさか。保健の先生。学園一の美女、エンダ夏希先生。ほらほら、エンダ夏希先生やって。ほら、エンラエンラに似とるんや、やっぱり。名前もそういうところから取るんやね。キラキラしてる目が。そういう、なんか、女とか興味ないんかと思うか。やっぱ保健の先生？僕たちに何の用が？それは、来てからの、おた。この人はなんか、この学園の謎みたいなの知ってそうな感じなんかな。
ミニチュアになったらちょっとなんかその妖艶さがよく伝わってこないけど。うわぁ、なんてお色気ムンムン。なるほど、その辺は正常なんやね。うん。ジンペイくん興奮しすぎ。すっごい美人だったけど。うんうん。めっちゃ可愛かった。実は俺って年上好きでさ。あ、そういうこと。エンナ先生めっちゃタイプ。やけん、あの吹雪姫みたいな子にはなびかなかったのね、全く。それにしてもなんで保健室に呼ばれたんだろう。あの子は同じクラスじゃないんかな。禁断の個人授業だな。魅惑のムフフタイムが俺を待ってるぜ。パフパフ的な。おお、走ってった。でもなんでジンペイくんとコマくんだけ気になる。あ、ここは全然見向きもされてなかったのか。何の呼び出しかな。メインメニュー、セーブについて。ドキドキするね。X や ZL でメインメニューを開くことができます。メインメニューではアイテムや装備の確認や変更、仲間の入れ替え、学園生活の情報の閲覧が行えます。また、ゲームデータのセーブもメインメニューのシステムから行うことができます。大切なゲームデータを保存し忘れないように、セーブはこまめに行っていきましょう。ミニマップについて。学園の中では画面右上でミニマップが見られます。下じゃないんやね。次の目的地などいろいろな情報が載っていますよ。 R スティックを押し込みで拡大縮小することができます。迷ってしまったらまずミニマップを見るようにすると良いでしょう。保健室に行こうということなんだけども、ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、なんかこのぼの学園ものなようでめちゃくちゃ戦闘多いね。てか自分で動かすけんなんかすごい忙しい。